こんにちは、瀬名助です。今回はですね、私のガンプラ部屋を紹介したいと思います。いや、なんか前から私ね、あのガンプラ部屋っていうのをね、紹介したいなと思ってたんだけど、なんだかんだね、結構散らかってたので、あのなかなか紹介できねえなと思ってたんですけど、ちょっと最近ね、整理したので、あの紹介させていただこうと思います。はい。でね、今回ね、紹介させていただきたいのはね、あの私のこれ撮影スペースなんですけど、今こうやって映ってる、この画面に映ってるところは。で、この撮影スペースに置いてあるガンプラたちと、それと、その私がメインでガンプラを置いてるガンプラ部屋と呼んでる場所を紹介したいと思います。でね、私この家のね、至るところにね、ガンプラを飾ったり置いたりしてるので、まあ、今回この動画の中に映るのが 100% 全て私の持ってるガンプラっていうわけではないんですけども、まあ、メインで、まあ、置いてる場所を紹介したいなと思いますので、今からね、早速紹介させていただこうと思います。ではね、まずね、この撮影してる、いつも背景に映ってるガンプラたちをまずね、紹介させていただけたらなと思っております。はい、じゃあね、どんどん紹介させていただきたいと思います。はい、こんな感じよ。いかがですかね。いやね、いろいろね、たくさんになりましたね。なんだかんだね、初めはね、背景特にね、なんか何もない殺風景ななんか背景だったんですが、気づいたらこんなにね、立派な感じになって、素晴らしいですね。はい、私がね、塗ったり作ったりしたね、プラモたちはね、基本的に、ここに飾ってあります。ここがメインで飾ってあります。はい、こんな感じで。はい、でね、中にはですね、あの、ガンプラ以外のね、モデルっていうのもね、ほら、こんな感じで置いてあります。後ろにね、あの、スター・ウォーズのモデルだったりとか、こちらね、ウォーハンマーのモデルですね。こうやってね、いろんなものも置いてあります。これティラノサウルスのねモデルだったりとか、ウルトラマンのモデルだったりとかね、いろんなものね置いてありますね。あ、ちなみにね、こちらね、あの私の動画をね見てくださってる方にね、いただいたものですね。飾らせていただいております。はい、こんな感じでね、この辺も私が塗ったやつ、あのね、後ろにね、モンスターハンターのね、あの玉三つ目がいるんですよね。これも私塗ったやつですね。はい、次はこちらですね。赤いだったり、私が苦労して体育座りさせた赤いだったりね、あの筆で塗ったよっていうガンダムだったりとか、ジムだったりとか、あの筆だけで塗ったよっていうサザビーだったりとか、ジオとかね、いろんな飾ってありますね。で、後ろにね、飾ってあるサインはですね、私が以前ね、あの声優と夜遊びというね、あの番組に出演させていただいた時にね、あのいただいた台本だったりとか、あの関智一さんのサインだったり、沖あゆ良太郎さんのサインだったりですね。はい、こちらもね、私が塗ったねものですね。クシャ様、クシャトリアだったりとかね、ウィングガンダムゼロカスタムだったりですね。ウィングガンダムゼロカスタムくんの方ね、今ね、あのアクションベースがね、出張中ですね。なのでこんな感じで置いてありますね。いやー、いいね。はい、こちらも私のね、いつも私の後ろに映っている背景のガンプラたちですね。ちなみにね、こちらガンダムホビーライフ、私の作品を掲載していただいた時のガンダムホビーライフもね、あの背景に飾っておりますね、飾らせていただいてます。はい、ガンダムホビーライフにはね、あの筆だけで塗ったよっていうね、サザビーをね、掲載していただきました。こちらね、私の大好きな SD の水泳部3人組。これ可愛いでしょ？これめっちゃ可愛いでしょ？可愛すぎるんだよ、この子たち。でね、
このね白いモデル、こちらはねガオガイガーなんですけども、あのね蓄光なんですよ。光を貯めて暗闇で光るっていうねガオガイガーのモデルだったりとかね、こちらメガサイズのねシャア専用ザクだったりとかね、メガサイズがね結構たくさん並んでるんですよね背景。はい、頑張ってね電飾仕込んだんですよこのユニコーンは。頑張ったの、私めっちゃ頑張ったのよ。でチタニウムのユニコーンだったりとかね、で見てこっちも可愛いのよ、ちっちゃい子たち、ドムコちゃん、ドムコちゃんもいるんですよ。ドムコちゃんって名前つけました。あとはねキュベ姉様たちが、キュベお姉様たちがいっぱいと、ゴック HG のゴックだったりとかね、はい、こちらもねたくさんいろいろありますよ。で私ねほんとね、あのちっちゃい子たちもいっぱいいますね。ちょっとモビルハロが寝転んじゃってた。よし、ちっちゃい子たちもいっぱいいて、めっちゃ可愛い、可愛いよ、可愛いよ君たち。でいや本当にね、私ねあの飾るものを本当買わないといけない、ショーケース買わなきゃいけない。ずっとねこの積みプラの上にねガンプラ飾っている状態になってるのでね、これどうにかしなきゃなと思ってるけど、なんかね時間がないのよ。はい、こんな感じですね。次はこちら、私のガンプラ部屋でございます。こちらにね大体の積みプラはね置いてあります。で、まあ、ここ以外にも私ね結構いろんなところに置いちゃってるので、ここにあるのが全部のガンプラというわけではないんですよね。実はまだまだあります。でもね圧巻でしょ、これは。これすごくないですか、この量。なかなかでしょう。素晴らしいでしょう。素晴らしくないですか。でね、ネオジオングね。ネオジオングもいるんですよ、HG のね。いやー、すごい圧巻だね、君は。ほんと、これめっちゃ重いんですよ。でね、今はこうやって、飾ってるんですけど、普段はね、ホコリがやっぱりすごい被るので、タオルとかね、かけて、タオルなどをかけて、ホコリをカバーしてます。はい、今日はこの撮影用にね並べました。撮影用にね私綺麗にしたんですよ。もともとね結構種類分けみたいなねきっちりとねやってたんですよ。ここをやってたんだけどね、気づいたらさどんどんなんかランダムに積み上がっていっちゃってさ、わかるでしょ皆さん。初めはさ意気込んでさめっちゃ綺麗に並べるんだけども、気づいたらなんかランダムになってるなっていう。はい、皆さんいかがですか、この感じなかなか圧巻でしょ。今この写りすごく良くないですか。なんかもう背景がもう一面ガンプラ、こうしたらさほら一面ガンプラみたいな感じになってて、めっちゃいいと思いません？いいと思いません？すごいね、いいね。お店屋さんみたいじゃないですか。お店屋さんお店みたいじゃないですか。いやー、なんかさ、こうやって改めてこうやって、いや、このガンプラたちの前で私さ、こうやって撮影するの初めてなので、なんかこうやって撮ってみると、いや、すごいなって思いますね。改めて。普段からなかなかすごい量だなとは思ってたんですけど、こうやってさ、前で撮ると改めて素晴らしいなと思いますね。でね、このガンプラたちの中にはね、いつも動画を見てくださってる方々からいただいたものもね、入ってますので、本当にありがとうございます。いやー、でもすごいなー。すごいなー。はい、この辺りもね私の塗ったガンプラたちですね。まあ塗ったやつだけじゃなくてね、こうやって組み立てたやつをねただ飾ってあったりもしてますね。はい、ちょっと懐かしいペーネロペ、頑張ったよ、これ墨入れめっちゃ頑張ったよ、大変でしたよ。はい、大変でございましたよ。あとはねこの辺のユニコーンだったりとかね、 F91 だったりもいますね。この辺はね、ただ組んだだけの状態ですね。この辺もですね、私が塗った、破壊されたビル C とね、G3 ガンダム、エントリーグレードの G3 ガンダムだったりとか、PG のパーフェクトストライクガンダム、パーフェクトストライクガンダムだったんだけど、
あのバックパックつけるとさ、なかなかさ、この子ね大変なんだよ。ちゃんと台座につけてもね、あのいいバランスで立ってくれなくて、結局この状態で飾ってます。でね、キュベレーだったりね、この子ねずっと塗りたいなと思って、なかなかタイミングが見つけれずにいます、はい、ここはね結構ね、あのちっちゃいね、このミニサイズのねガンプラコレクションですね。あのちっちゃいガンプラたちがね飾られてますね。いっぱい、ほら、かわいい、かわいいでしょ、めっちゃかわいいでしょ、かわいすぎるよね、めっちゃかわいい。はい、たまにねこうやってね、あの突然ドラゴンボールだったりとかね、あのこれはねキティちゃんの、キティちゃんのガンダムなんだけど、こちらプラモではないんですよね。超合金ガンダムハローキティだったり、あ、ジオングいいでしょ、キューキットのジオングで、あとはね大体ガンプラですよね。それ他はね大体ガン、あ、ダンバインとかもいますね。だ、完全にねガンプラだけっていうわけではない、大体ガンプラだけど、たまにガンプラじゃないのも混ざってますみたいなね感じになってますね今ね。ほらね、だからね、初めはちゃんとカテゴリー分けしてたんだよ私も。でも気づいたらこうやってねランダムになってるわけよ。でこの辺にね、あの MG サザビーだったりとか XS だったりとかがあるんですよね。そしてね、やっぱこの子ですよね、ネオジオング、やば、ネオジオングやば。ちなみにネオジオングの箱は私捨てられずに取ってあります。このサイズだよ、このサイズだよ、これやばいっしょ、やばいっしょ、このサイズはでかすぎっしょでかすぎっしょ、これ、この箱はね、これね捨てられないよね、もう逆にめっちゃ場所食うけど捨てられないよね。うん、はい、ネオジオングの箱と一緒に撮ってみようと思いましたが、でかすぎて、あの映らないですね、映りきらないですね、これはね、しゃあないね、これしゃあないね。はい、ということで皆さんいかがですか、なかなか圧巻でしたでしょ。でね、この中でさ作りたいねガンプラ大量にあるんですよ。私はまだまだめちゃくちゃ、もうこれも作ろう、あれも作ろうっていうね、今さ私こうやって撮影してる間でもさ、あ、これ作ろう、あ、あれ作ろう、あ、次これ作ろうみたいなね、あのそういう計画が自分の中で生まれてるんですけども、ほんと早く作っていきたい。でもねこれね絶対あれなんですよ、作りきる前にまたね新しい子がねたくさん入ってくるんですよ。そしてまた山ができるっていうね、もうこれの無限ループですね、これからね。あ、1個作った、2個作った、やった、いっぱい作ったって思った時に、よっしゃ、じゃあ買いに行こうって言ってね、5個か6個か買ってくるわけですよね。で5個か6個か買ってきて、でそれが 2,3 回行われた後にまた 1,2 個作って、また5個か6個か買ってくるのっていうのをね、これずっと繰り返すわけですよ。恐ろしいですね。うん、でもこれが楽しいんですよ。うん、これが楽しいんですよ。いいことじゃないですか、楽しいって。いやね、何を言ってるんでしょうかね。もうこうやって自分を肯定していくスタイルでございます。はい、ということで私のメインのガンプラ部屋はこんな感じよということですね。こんな感じよ、いかがですか。でもまだまだ置けそうだねまだまだ置けるよね、これね、まだいけるっしょっていう感じじゃないですかね、思いません。いや素晴らしいですね、素晴らしいし、このゴールデンビアッカイクは口からビーム出してるし、いい感じやないか。うん、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。私のガンプラ部屋紹介とね、あの私が作ったねガンプラたちもね、あの軽くですが紹介させていただきました。いかがでした。でもしね、あの今日紹介した私が作ったよっていうガンプラの中でね、あの大体のはね、あの動画にしてありますので、気になった方探してみてくださいね。はい、ということで今回はこの辺で終わっときましょうか。うん、おいセナスケ、なんで僕のこと紹介してくれないんだよ。僕ずっとスタンバイしてたんだからな。あ、ブックのこと忘れてた。私ね、このね、ブックっていうね、
僕っていうゴックなんですけど、こちらね、ゴックっていうモビルスーツなんですけども、あの、ゴックの、ゴックっていうゴーがブーに見えたことから、ブックって名前つけた、この子、こういう子がいるんですよ。ブックくん。私が可愛がってるブックくん、名札も作ってあげて、マスク作ってあげて、ブックくんっていう子がいるんですよ。皆さん、よろしくお願いします。おい、セラスケ、完全に忘れてただろう。僕のこと忘れるなんて、ひどいよ。もう僕、ああ、ブック君怒ってしまいましたね。うん。しゃあないか。だって、忘れてたんだもん。しゃあないよね。まあまあまあ。まあそのうちまた機嫌戻るでしょ。キノコの山でもあげとけば大丈夫だから。うん。ブックはね、キノコの山とかあげとけば大丈夫だから。皆さん、ご心配なく。はい。ということで、またね、いろんなね、ガンプラ作ってね、皆さんに紹介していけたらいいなと思います。ね、他にもね、いろんな模型触っていけたらいいなとも考えてますので、今後もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で、じゃあね、またね。